ミルキーです。こんばんにゃ。なんか最近やっぱりね、全然動画アップできないという状況がまだ続いております。今月の末までこの厳しい状況はね続くようなので、ちょっと週末ですねとかね、月曜日になりましたねとかつっても、動画を出す日とね一致しないという日がねまだ続きそうです。ってことでね、本日はね月曜日、明日はね祭日という時に今撮っております。もうなんかね、連休にしろよって感じね。ちょびっと一日仕事してまた休みかみたいな感じで、なんかちょっと気持ちの整理ができない今日この頃。そんな時はこれを飲むしかないっすね。ってことで、本日も美味しいビール飲んじゃいますよ。ってことで、本日のビールはこちら。じゃん。ディビジョンのハイジュノでございます。ハイジュノってのはここに書いてるのね。ハイジュノって言うから、ジュノさんこんにちはっていう感じなのかな。ジュノって誰やねんっていうね。もうこれはね、どういうビールかは全然わかんないんですけど、まずリビジョンのビールでね外れたことがないで、それはまあ第一なんですけど、とにかくね見た目で買いました。可愛いと思いませんか。月見ちゃってんのね、可愛いでしょ。ここにもねなんかピンクのなんかがいるの。豚じゃないね、リスだね。ねえ、これ一目惚れしちゃったので、これを買ってしまいました。多分、美味しいと思うけど、念のため、味見してみますね。今日もね、バカでかいグラスなんでございますよ。ちょっとね、邪魔なんだよね。どうしよう。まあいいや。でかいね。やばい、これは振った方が良かったのかな。ノースイーストスタイル KGIPA。 まあいつものことだけど、開けちゃったからしょうがないね。まあ一応振っとく。ダメだこりゃ。ここに置いたらね完全に顔が隠れるってやつね。この辺に置くっていう手でいいかな。ってことで、本日もお疲れ様でございます。乾杯。ガン。すごいよね、完全平時。もうねやっぱね、平時うまいね。平時いただきます。香りすっごいフルーティー。あらら、パブロフの状態ですね。パブロフ状態になる甘い香り。ほんとこういうのさ、飲んだことない人一回飲んでもらいたいね。まあちょっとでかいから気に入らなかったら全部飲むのはちょっと相当苦しいものがあるんですけど、このね香りをね楽しんでいただきたいな。アルコール分は 6.5% だから、まあそこそこ。ちょっと味見してみますね。香りほど甘くはない。でも、なんかね、とろっとした感じをするぐらい、なんて言うんだろうな。ネクターな感じ。とろみがある感じがする。すごいね、深いってほどではない。だが、苦味がほとんど感じないかな。多少苦いんだけどそんなに感じないし、酸味もそんなにない感じ。まろやかですな。飲みやすいっちゃ飲みやすいね。なんだろう、香りがねあまりにも甘々な香りだったから、ちょっとね味に甘さを期待しすぎた感はある。ねえ、
そこに持ってきてそんなに甘くないからあれっていう感じね。まあ、これは好みが分かれるのかな。香りはね、もうものすごい抜群。そうね、やっぱ私の好み的にはもっとジュースっぽくてもいいかなっていうね、感じがしてます。ただね、こういうビールってちょっとこう置いといて、なんか若干温度が変わるとね、また味も変わってくるんで、その辺も楽しみたいかなって感じかな。ちなみにね、今日の東京はね、雨降ってんですよ。結構な雨だってさっきね、テレビで言ってたのね。まあ雨の音は聞こえてんだけど、きっとすごいんだろうなーなんて思って、ちょっとこうふと見たらね、こういうのが入ってたんですよ。初回限定クーポンみたいなね、ウーバーイーツみたいな、なんだろう、持ってきてもらうやつで、こういろいろメニュー見てみたんだけど、やっぱ揚げ物が多いね。唐揚げ、とんかつ、唐揚げ、そしてまた唐揚げみたいな。あとはね、中華、そして中華考えたらですよ、じゃあ落ち着いて何が食べたいんだお前って言われると、そんなにね、考えたら大したお腹空いてないんですよね。だけどなんか夜だし、明日休みだし、ちょっとなんか美味しいもんでも食べて夜更かししようかななんて思ってたんだけど、考えたら大して何も食べたくないと。でもっと考えたら、そうだ、うちの冷蔵庫にはいろいろ入ってるじゃないかと思ったんですがね、大して入ってませんでした。グレープフルーツとね、これプルプル水餃子、これしかない。あとはね、私が大好きで大好きでね、たまらないね、チリコンカールね。まあ普通はチリコンカーンって言うんだけどね、スパニッシュはチリコンカルネと言います。お前は日本人だろ、そういうツッコミはね、受け付けませんのでよろしくお願いします。ということで、もうこの3択ね。チリコンカネルか、水餃子。あれ、今3択って言ったよね。もう一つなんだっけ、あれ ?3 択って言ったよね。あ、グレープフルーツだ。本当にね、5分前の記憶がないね。幸せですよ。この調子でね、嫌なこともね、スカッといつも忘れちゃうんでね。もう本当に私は幸せもんです。ってことでね、何を言おうと思ってたかというと、こういうね、クーポンを使ってもデリバリーは高いんです。高いしね、揚げ物しかないんで、そんなんだったら雨降ってるけど買い物に行こうと思って外に出たんですよ。外に出て20歩ぐらい歩いて、この子たちのね、存在を思い出したと。で、結局せこい私は、クーポンも使わず、結局スーパーにも行かず、家にあるこういう余り物をね、食うという、そういうことを言いたかっただけでございます。もうね、私の記憶喪失のおかげでね、もうこれだけのことを喋るのにね、もう頭の中でね、10分ぐらい考えちゃったというね、すごいお話でした。なんだそれ。ちゃんとハゲは隠れてるでしょうか。いい感じだね。どんどんね、どんどん苦味がなくなってきた。苦味はなくなってきたんだけど、その残ってる苦味がグレープフルーツ的になってきたって感じかな。なんか柑橘系になってきた。この泡を見てもお分かりかと思うんですが、炭酸はね、柔らかいの。だからこのビールは泡が立たなくて正解。滑らか。口に当たりも非常にソフトで滑らかで、ぬめって感じかな。ぬめ、まあこれはね、綺麗な言葉で言うと、なんかな、ベルベットのような舌触りっていうのかな。まあ私的に言うとぬめって感じね。ってことでね、本日も美味しいビール飲んじゃいましたよ。今日のビールは
リビジョンの、はい、ジュノでございました。本日も美味しいビール、ありがとうございました。ピコリン、またすぐ会いましょうね。See you. Bye.